こんにちは、ともです。このビデオずっとフィリピンのバギオとかセブとかフィリピンの国内から撮ってることが多かったんですけど、今は東京の世田谷っていうところにいます。で、世田谷の駒沢にあるジャムハウスっていう僕の職場で今ビデオを撮ってるんですけど、今日5月の28日でフィリピンから帰ってきて、あと2日で1ヶ月の時間が経ちます。で、まあ、フィリピンのまとめっていうよりは、まあ、この2年間フィリピンで過ごしたんですけど、僕は基本的にストーリーシェアっていう場所でずっと時間を過ごしてて、でそのストーリーシェアになんで2年もこだわったのかっていうのをですね、まあ、ちょっとまとめていこうかなと。単純に3つしかなくて、1つ目が、まあ、松本文雄、通称ミオさんですね、ミオさんがすごいっていうのと、次が2つ目が僕はストーリーシェアにずっといたんで、サイクルラーニングメソッドとかサイドバイサイドとかストーリーシェアで教えてる、なんだろう、勉強のスタイル、英語習得に対しての英語の勉強の方法っていうのはその2つしか知らない。でもう一つがストーリーシェアで付き合ったじゃねえな、ストーリーシェアで出会った仲間たちは本当にすごい人、楽しい人が多かったっていう、この3つなわけですよ。で、まあ、長くなっちゃうんでパツンパツンパツンと早めにね行こうと思うんですけど、まず一つ目の松本文雄がやっぱすごいっていうのは何かっていうと、改めて考えてみると、フィリピン留学で語学学校っていうのは教育機関なわけなんですね。で、まあ、今フィリピンの中には大体ですけど350校くらいの学校があって、まあ、日系とかもちろんフィリピン人がやってる学校とか、あと韓国人がやってる学校とか、他にもフランス人がやってる学校、オーストラリア人がやってる学校、いろんな学校があるんですけど、やっぱり流行れば流行るほど、フィリピン留学っていうものがメジャーになればなるほど学校は増えていくと。で、その中で教育者として真剣に教育のことを考えて、英語の上達のことを考えて語学学校を経営してる、運営している人たちって何人いるんだろうって考えると、実は意外と少ないと僕は思ってます。実際にフィリピンで英語の学校をしてるにもかかわらず英語が話せない経営者の人っていうのももちろんいると思います。で、その中で文雄さん、ミオさんはですね、まあ、10年前おそらく日本人では初めてフィリピンのマニラっていうところで最初は語学学校を始めて、10年間ずっと、まあ、英語が話せない日本人を相手にしてきた。でもういい加減飽きてもいいだろうっていう時なんですけど、未だに飽きてない。めちゃめちゃ人に、英語の話せない日本人だったり英語を話せない人に英語を教えることが大好きだし、未だにすごい情熱を持ってその仕事をやってる。まあ、ミオさん自体なんて言うんだろう、すごくシンプルな人で、シンプルがゆえになんかいろんな、なんて言うの、誤解を生むことも多いんですよ。なんでミオさんのことをもちろん悪く言う人もいるし、まあその反面、人って好き好きがあるんでね、すごく尊敬する人もいるんですけど、僕はやっぱりミオさんのことがすごい好きだなと、英語学習者としてあの人と出会えて本当に良かったなっていうふうに思ってます。なんかエピソードとしては、ストーリーシェアってバギオとセブっていうところ、結構離れたところに学校が2つあるんですね。で、バギオからセブまでの移動って12時間くらいかかるわけです。で、12時間ってめっちゃ大変な移動距離で、めちゃめちゃ疲れるわけですよ。僕も何回か移動しましたけども、超疲れる。で、超疲れるにもかかわらず、その後に、まあ、夕方、朝めっちゃ早くバギオの学校を出て、夕方の5時とか6時にセブ校に到着すると。で、生徒の皆さんはやっぱりミオさんが来たっていうことで超喜んで、なんか勉強教えてくれるんじゃないかな。で、もちろんミオさんはそれに応えて、ナイトクラスとかを絶対疲れてるはずなのに超情熱的にやったりするわけなんですね。で、しかも超情熱的に英語の勉強を2時間くらいナイトクラス一人で喋りっぱなしでやって、その後に2人で飯食いに行ったりすると、改めてなんか彼がその時話してたのは、素晴らしい仕事を自分はしていると。これだけ、なんだろう、人の役に立てるし、自分自身も学べる仕事は他にないみたいなことを言ってて、その時にですね、なんかひどく感動したんです。絶対疲れてるはずで、しかももう10年間ずっと英語が得意ではない日本人に英語を教えて、それでもまだこんなに情熱を持ってるんだっていうのはすごく驚いて、あ、
教育者としてこの人はやっぱりすごく素敵な人なんだと。でそんな素敵な人からやっぱり熱心に情熱的に英語を学べるっていうのは僕はすごくいい環境にいるなっていうふうに思いました。だからストーリーシェアに2年間携わって3つシンプルに理由があるとしたら、やっぱり一番最初は松本文雄に出会えたこと、彼から英語を学べたこと、彼が作ったメソッド、英語の習得方法で英語を習得できたことっていうのがやっぱり一番の最大の理由になると思います。で2つ目が、僕はその2年間ストーリーシェアにずっといたんで、ストーリーシェアでしか英語の勉強っていうのはしたことがないです。で、まあ、ストーリーシェアのブログの方に少し僕のことを書いて、そのリンクを下に貼っておくんで見てほしいんですけど、中学生、高校生、大学、普通の一般の人が英語の勉強をする時間に僕は残念ながら何もしてなかったと。だから本当のゼロベース、多分ストーリーシェアで英語を勉強し始めた人の中でも一番最低のレベルで英語を学び始めたわけですね。でも逆にこれが良かったなって今になって思ってて、っていうのが勉強方法がこの2年間ずっと一貫してるわけです。そのサイクルラーニングメソッドっていうのをもう信じるしかなかったし、あともう一つの勉強法はサイドバイサイドっていう教材を使って勉強するんですけど、それはなんか世界中で使われてる教材らしい。でも世界の非ネイティブの人たちが、あ、この勉強法がいいなって思ったものと独自に開発されたもの、この2つの間をずっと行き来して勉強できたっていうのは本当に良かったし、それしか知らないから浮気ができないんですよね。他の勉強法のがいいんじゃないかとか、いや自分にはこれは合わないんじゃないかとか考える時間が必要なかった。もうそれしか知らないから、それを信じてひたすらやった。で何度も何度も繰り返しをする勉強法なんで、それでもうとにかく繰り返し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 ずっとやることによって、それを身につけることができた。で英語が話せるようになった。なんでフィリピンでいろんな英語を勉強してる人と会ったんですけど、やっぱり英語がそれなりに話せる人ってやっぱすごい時間英語の勉強してるわけなんですね。ですっごい長い時間英語の勉強をしてるにもかかわらず、なかなか英語が話せない。でそういう人にいろいろ話を聞いてると、やっぱりいろんな勉強法を試したんだけど、いまだに自分に合うものが見つからないとか、どの勉強法が一番近道かわからないみたいな話をしてて、英語の勉強する前に英語の勉強法を選ぶっていうところでもうつまずいてたりとか、時間を使っちゃったりしてるんですよ。でその人たちがじゃあ努力してないかっていうと、絶対僕よりめちゃめちゃ努力してるわけなのに僕の方が伸びていくと。でなんでかっていうと、なんか努力の仕方が間違えてる。まあ努力しない僕がねこういうことを言うとすごく失礼なんですけど、僕は英語の勉強に対して全く努力してないです。ひたすら与えられたものを消化していっただけ。どんくらい努力してないかっていうと、いまだにノートを開いたことがない、ノートに英語を書いたことがない、自習勉強したことがない。そのサークルラーニングメソッドの授業とサイドバイサイドの授業、他にもミュージッククラスって言って歌を歌う授業とかをちょっと気休めに入れてたりもしたんですけど、もうひたすらその時間だけ集中して、その時間だけ一生懸命やるっていうところで英語を伸ばしていきました。だから他に勉強法を知らない、浮気をせずに済んだっていうのは、短時間で英語を学ぶっていうことに対してはすごく良かったんじゃないかなって思ってます。で最後がいい仲間と会えた。何それって思うかもしれないんですけど、これ割と重要だなと思ってて、ストーリーシェアってちっちゃい学校で、まあ言っても一月生徒さん60人70人もうちょっといるのかな、多分ねマックスでも一月に大体80人くらいの日本人がセブとバギオで英語の勉強してるわけですよ。で他にも大きな学校ってたくさんあって、いろんな日本人が来てて、まあ僕はずっと結構長い時間セブにいたんですけど、セブってもう日本人いっぱいいるわけなんですね。でそのほとんどが英語学習者と。でなんでストーリーシェアにいていい仲間と会えたかっていうと、ストーリーシェアってちっちゃい学校で、しかもウェブマーケティングとかそんなに得意じゃなくて、なのに代理店エージェントみたいなものを一切介さずに自分たちだけで集客をずっとしてきてたんです。
今もしてると思う、今もしてると思うんですけど、ずっと集客をしてきたと。じゃあ本当に英語を喋りたくて、本当にいろんな学校を調べて、あ、自分はここが合うだろうなって、ちゃんとストーリーシェアを見つけてきた人だけが、そこに集まってくるわけなんですね。じゃあその集まってくる人たちのキャラがめちゃくちゃ面白い。だからその人たちと、まあこれは英語の上達に対してはあんまりいいことじゃないかもしれないんだけど、日本語でいろんな今までの人生のことだったりとか、これからのこととかをこう話してるだけでも最高に楽しいわけですよ。なんで今でも付き合いがあるっていうか、まあストーリーシェアで出会ったやつと今この場所で一緒に働いてたりもするんですけど、いい仲間と出会えた。でその仲間たちがもうすげえ今までの過去の人生も面白いし、これからやろうとしてることもすごい面白い。でそんな超面白い人たちが一生懸命そこでその時間は英語の勉強をしてると。でそういう人たちと一緒に時間を過ごして、なんかこう感化されながら、うわめっちゃ遊んでただろう、遊びが好きだ、好きなはずのあいつがあんなに一生懸命やってんだったら俺もやらないといけないなみたいな感じでですね、まあ、感化されて一緒に勉強するみたいなのがすごく良かったなと。でやっぱり2年ってすごい長い時間じゃないですか。その長い時間を使った中で英語の習得以外にもね、そういう仲間と出会えたっていうのは本当に良かったなと思ってます。なんでまとめると、まあ、2年間っていう時間をフィリピン留学の中で過ごした僕のまとめなんですけど、3つ挙げるとすると、これから学校を探す人っていうのは、まず1つ目は英語の教育に対して熱心で情熱を持っている人が作った学校を選んだ方がいいっていうのが1つで、次がその人であればこそ、その人だからこそ英語に対してどういった習得方法がベストなのか、ストーリーシェアの場合だったらサークルラーニングメソッド、もちろん他の学校だったら他のやり方っていう形で、この方法が最も一番英語を話せるようになるっていう方法を確立しているはずだから、その方法をしっかり信じ込むことで、最後がまあこれはつながっていくんですけど、がゆえにすごくいい仲間がそこにはいるはずだから、その仲間と触れ合って、その仲間とお互いに感化し合って、自分のモチベーションを下げない、英語を嫌いにならない、もう喋れなくてもいいやみたいな感じにはならずに、仲間と助け合って、自分のよし英語を勉強するんだと思った気持ちをキープしていくっていうのがすごく重要だと思います。まあシンプルにこの3つ、僕がもしアドバイスをできるとしたらこの3つを伝えるかなっていうところですね。です。